初めてのミット打ち。いい音をしてますね。いや、本当です。梅田選手。なかなか仕上がってました。あ、良かったですね。はい、車椅子ユーザーが自分の足でね、足、うん、車椅子で、うん、こうリングに上がるところからですね。そんな世界の実現を目指していきます。1個連続でパンチ。本当だ。10回連続。初めて会った車椅子ユーザーのミット打ちをこうやってやってくれてるね、うん、あのプロの元プロの確かにたちはすごいですよね。そういうことですね。実際自分と同じぐらいの体の状態の人と試合をしてみたいなと思いましたね。本日ね、こういう舞台に立てて、でこんなすごい方々にこうレクチャーしてもらえて、すごい夢のような時間でしたね。こんな体験をさせていただいて、本当は今日はありがとうございます。